皆さん今日はありがとうございます。2019年のことは皆さん忘れてないですよね。ここで悔しい思いをして、僕はあれから4年この瞬間をずっと待ってました。サポーターの皆さん、そしてこの会場に来ている牧野、阿部ちゃん、リベンジできたよ。